仙台バイパスは宮城県の仙台都市圏を南北に縦断するバイパス道路である。国道4号、国道6号、国道47号の一部であり、途中、新潟県インターチェンジで国道45号と接続する4車線道路。仙台バイパスの起点と終点には複数の定義が使われており、元来、岩沼市仙台市泉区間を指したが、北は 富谷市と仙台市との市町境から南は岩沼バイパスまで含めた柴田町富谷市間や定義1の区間の北側で実施された富谷、山和各福により文書制作時点で4車線化が済んだ区間を定義1に加えた岩沼市、大平村区間を指す場合も見られる。以下に国土交通省の文書で見られる定義を示す。当記事では、 定義1の岩沼市仙台市泉区間について説明をする。仙台市内の区間は仙台市総合道路整備計画における国格幹線道路網3環状12放射状線のうち内側から数えて3番目の環状道路である市街地環状線の一部をなす。また地域高規格道路の仙台都市圏自動車専用道路の候補路線に東道が指定されている。 仙台バイパスの南端は、岩沼市内で国道4号岩沼バイパスと接続する。すぐ、名取市内に入り、東日本旅客鉄道東北本線と並走し、大胸浜定常を北東に進み井の坂で、旧道名取市外方向と分岐する。雷神山古墳がある愛島丘陵東端を、迂回すると進路をほぼ北に向けて進み、仙台市に入る。 国道4号仙台バイパス。仙台市若林区東水塚付近名取川及び、仙台南部道路を名取大橋でまたぐと6車線となり、北東に向きを変え、次に広瀬川を千代大橋でまたぐ。遠県塚古墳と霞目中屯地の間を通過して、東部流通団地に入ると、卸し町交差点と箱包み交差点の間の区間で方向を北に戻す。 国道45号との間に形成された新潟県、インターチェンジで4車線になり、国道45号と JR 仙石線をまたぐと、再び6車線になる。新田東にて、都市計画道路新電太五線を、ダイヤモンド型インターチェンジ形式で越え、JR 東北新幹線、東北本線、宮城県道8号仙台松島線との、立体交差部で再び4車線となり、 北西に向きを変え、七北田丘陵の北東端をなぞるように七北、田川南岸を進む。泉大橋で七北、田川を渡ると、七北田川支流の洋岩川と並走するようになり、蛇行する道川が松島丘陵に形成した、V 字国の両岸を行き来しながら進む。道川の谷底平野に入るあたりで、宮城県道22号仙台線線と接続し、終点となる。 この先は、仙台バイパスではないが、仙台バイパスと同じ規格の道路が続き、松島丘陵の分水嶺を越えて、吉田川支流が作った谷底平野に入り、富谷バイパスへとつながる。通過する地域によっては、名取バイパス、中田バイパス、長町バイパス、泉バイパスなどと呼ばれることがあるが、いずれも俗称であり正式な名称ではない。かつて、 仙台市都心部を通り旧泉市へ至っていた国道4号は幾度かの路線移管を経て2016年6月現在北から県道仙台線線、国道48号、国道286号、県道仙台名取線と改められた。このため仙台市都心部を抜ける国道4号線は事実上消滅し仙台バイパスが国道4号線の本線扱いとなっている。 長町から新潟県インターチェンジの間の仙台市、若林区にある六丁目交差点、馬包み交差点は平面交差点で右左折レーンを含めて片側8車線にもなる。2007年3月20日、渋滞緩和のため新潟県インターチェンジと山崎立体交差点の間が周辺部の土地区画整理事業と合わせて4車線から6車線に拡幅された。また、 交通量が非常に多く、慢性的な渋滞が問題化しており、立体化や車線増設などを望む声もある。こうした中で、2010年3月27日に仙台北部道路が全線開通しており、これにより仙台都市圏環状自動車専用道路が全線開通した。現在は、卸町交差点と新潟県インターチェンジ間にある箱。 津津交差点の立体交差化事業が行われており、2024年度に完成を予定している。鹿のまた交差点の上り線、新潟県インターチェンジ、山崎立体交差点では、車線減少等による通行レーンの変化がある。2005年度平日24時間交通量、東バイパス、仙台市方向から急動な取市街方向へは、終日右折禁止となっている。 車線打ち分けは、左折2車線、直進3車線、右折3車線で、日本一車線数が多い国道区間と評される。当該区間は2015年時点における平日24時間、交通量は82,486台である。これは、東北地方整備局管内の直轄国道で一番に多い交通量であり、全国の一般道路においては、 平日12時間交通量にて8番目に多い交通量となっている。ありがとうございます。